あの、まあ、オリラジ話を今日やってますけどオリエンタルラジオのあの信吾さん藤森慎吾さんが昔あの金塊強盗の宮迫さんの全裸写真っていうのを撮ったことがあるんですよ。でそのガチで怒られて「そういうのはマジ消せ」って言われて「あわかりました消します」って言って消したんですけどでその後全く消してなくてその宮迫さんのチンコの写真を出して笑いを撮るっていうのをやったんですよ。でその そこまでその写真を寝かせてもう多分何十年十何年経ったとかな十何年経った後も持ってくるっていうのがあるから面白いと。でそのオリラジオの人たちって別にそんなネタじゃなくてもちゃんと笑いも取れて番組やれてるわけじゃないですか。っていうのが優秀な人が人を裏切る場合はちゃんと計算のもとに安全な範囲で裏切るので笑いとして成立するんですよ。 でもそれは優秀で安全な範囲が計算できる人がやるから許される行為でそうじゃないバカがやったとしてももう業界から切られるだけなんであの最近その「サンデージャポン」っていう番組に出た時に言ったんですけどあのオリエンタルラジオの藤森さんが最近売れていてブイブイ言わせてますみたいな話でで YouTube の登録者数が75万人ですみたいなのでうまくいってますって話だったんですけどその藤森さんってコラボをしてる動画の再生数がすごい伸びるんですよ。 あのオリエンタルラジオの中田さんの奥さんの,あの福田萌さんとコラボしてるやつとかが、なんか七十万再生とか、でそれって、オリエンタルラジオの中田さんの話をしてるから、再生数が伸びるんですよ。で、藤森さん単品がなんか、あの、えー、と藤森ヘアセットみたいな動画があるんですけど、で、それの再生数8万とかなんですよ。その藤森さんの動画だったら、何でも再生しますっていう人って、8万人しかいないんですよ。 で、僕、最近、あの、バーニングマンの動画を上げたんですよ。で、あの、16個バーニングマンの動画を上げたんですけど、そのうちの1個が、あの、性格の悪い死んだ魚目をしてるデブのおっさんの顔のサムネイルにしたんですよ。で、その死んだ魚目をしてるデブのおっさんのサムネイルの動画が、その僕のバーニングマンの動画の中では一番再生されたんですけど、で、それの再生数は今いくつかなこれか。えっ、ー、とね、9万なんだよね。 要はそのオリエンタルラジオ藤森さんっていうチャンネル登録者数75万人いる人のヘアスタイル動画よりその死んだ魚を目をしているデブのしょうもないおっさんのサムネイルの動画の方が再生数多いのよっていうぐらいその実は藤森さんっていうのはそのツイッターのフォロワー数も110万人とかいるしチャンネル登録者数も多いのにその その人のものを見たいっていう人が実はそんなにいないからじゃあ商品出しましたって言うと買いますかって言うと買わないんですよ。でもそのそのなんかあの死んだ魚のをしてるデブのおっさんのサムネイルがあるだけで自分の時間を使っちゃうっていう人がその藤森さん以上にいるっていうのがこれがそのなんか現実の面白いところだったりするの、ね、で。で何が不思議ってその その死んだ魚目を知っているあのおっさんのサムネイルの動画が9万再生いくんですけど、その死んだ魚目をしているおっさんの,あのチャンネルの登録者数は9万にいかないんですよ <laughs>。だから、なんか、あれはその死んだ魚目をしているおっさんが何かやってる動画を見る気はあるけど、お前に登録する気はないっていう、むしろあのマイナスのプロモーションなんですよ。まあ、しょうがないですよね。気持ち悪いから。はい。 皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして、他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それでは、ひげおじでした。バイバイ。